彼レレ皆さんお元気ですか今回の聖書は第一テサロニケ5章。16節、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。えー、日本人はですね、クリスチャンって聞くと、ああ、真面目な人と思いますね。 それからまたニューアの人どうやらねキリスト教は日本のキリスト教はです、ね、そういう印象を日本人に与えたみたいですねだから日本人はクリスチャンって聞くとああ真面目な人ああアンの人と言ういいでしょ大体私みたいなもんだなですからそれぞれねそれが印象なんですよだからある程度ね日本の教会は成功したそういう印象を与えたんだか 韓国はそうでないそうですよ。あんだけクリスチャンいてね、そう思わないんだってよ。えー、そう思うんですかってね。多少でしょ数は少ないけれども、日本のクリスチャンたちは日本人にね、そういう印象を与えた。クリスチャンって聞くと、ああ、真面目な人。ああ、ニな人。ね。でもね、本当の印象はそうじゃないんですね。神様を望んでいらっしゃるのは、ね。いいですかもう一遍聖書読みますよ。いつも喜んでいなさい。 絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これが、イースとイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。つまり、神様がクリスチャンに期待してるのはね、いいんですかいつも喜んでる。絶えず祈る。すべてのことについて感謝。これが望む、神様の望みなんだよって言うんですね。だから、いつも喜び。ほら。だから、喜んでる。 のクリスチャンなんですよ。ですからね、神様が期待しているのはクリスチャンはいつも喜んでることなの。わかるそこでね、日本人がクリスチャンって聞いたら、あ、いつも喜んでる人ですね。となったら大成功なんですよ。だから日本のクリスチャンはある程度成功したの。クリスチャンって聞いたら、ああ、真面目な人。ああ、ニューアの人。っていう印象を与えてるでしょ。これいいことなのよ。でも、ね、本当の印象はね、 神様望んでいらっしゃることは、ね、クリスチャンって聞いて、ああ、いつも喜んでる人ですね。こうなったら大成功ですよ。ね。じ、え、ゃ、ー、日本人がそうなったら幸いだな。ああ、クリスチャン、いつも喜んでる人ですね。となったら大成功ですね。このいつも喜んでるってのは、いつも笑ってる人って意味じゃないよ。どこか外れたら言ってね、えへ、ー、えなんて。病院に行った方がよ、これな。そうじゃなくて、ね、何も言わないけれども、 何あの人いいことあったんだろうなんかいつも嬉しそうだね。なんかいいことあったんだろうきっと。どういう、ね、そういう印象ですよ。何いいことあったのいつも喜んでるね、あの人は。というかどうなったら大成功ですね。わかるそれでね、クリスチャンというのは実は根本的に喜んでるんですよ。ね。いつも喜い,いつも喜びってありますけど、実は喜んでる。何より、救いを喜んでる。いスも救われた ということで喜んでるんですよ。ね、わかります私なんかがもう、クリスチャンになの時、ジャンプしたよ。ポーンね。なんでジャンプしたの罪許されたっていう喜びですね。あの、前に話したように、キリスト教っていうのはね、ね、まんだか運転優しいんですよ。ま、なんか難しく見えるでしょ教会に行く人、なんか頭の良さそうな人、ね、真面目そうな人ばっかり、教会に行く。俺たちに行くとこじゃねえと思ってるでしょね。えー そうじゃないの。キリスト教の真ん中、運転優しいんですね。なんか難しくそうに見えますけど。真ん中ってのは十字架ですよ。十字架。あのね、キリスト教はいっぱい教派があるけど、えー、仏教と変わりないんじゃないですかねって言うけど。とんでもね。ね。えー、仏教は聖典が違うんですよ。教典が違うんですよ。仏教は。だから、自力、たりき、全く逆です。ね。自力とは自分で悟れる。えー、たりきは悟れない。 これ全く違う。阿弥陀如来の慈悲によるほかない。自分では悟れないっていうのは他力ですからね。悟れられるっていうのは人教これま、標点違うから全く違うんです、仏教は。ね。キリスト教はみんな聖書なのよ。ね。みんな十字架なのよ。カトリック、プロテスタント、ギリシャの教はみんな十字架です。それがリスト教の中心なの。だから中心、運転優しいんですね。場合に話したように、いっも十字架って何ですか身代わりの死ですよ。 我らの罪の責任に全部イエスを背負ってくださって、神の刑罰を身代わり抜けた。ですから、イエスを信じたらどんな悪い奴も罪許されて天国に。イエス様が身代わりに神の罰を受けてくださったからですよ。だからクリスチャンってのは根本的に喜んでるんですね。救い、喜んでる。わかりますもう救われてるんですよ。ですからそういうのでね、キリストが金儲けできないんだよ。もうみんな救われてますからね。 だから仏教みたいに今のケアになって、いい買いを書いてやるよ、何百万持ってこい。とはいかないんだよ、キリスト教。金儲けできないの。ね、もうみんな救われてんだから。だから、そ、それがキリスト教。だキリスト教はね、真ん中優しいからね。ね。大学教授もクリスチャンになるけれども、いつも学校に行ったことない人もクリスチャンになれるんですよ。私も、インドの医者のカリマンタンって言うんだよ。昔ボルネオって言ったね。そのジャングルの中にいるクミカリ族ね。えー、学校に行ったことないですよ、ね。 一晩、で一,一つの村を落としていたの。ドン、ドン、ドン、ドンっていう、みんなクリスチャン村になった何百年も抵抗してた、あね、選挙したち、アメリカから来てやったんだけど、う村長がクリスチャンにならないと、誰もならないの、ね。誰か、一人の青年が例えばクリスチャンになったとしたら、彼は村に折れないの。だから何百年も村はビクともしなかったのね。それが、ドン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 ,ンって落ちていったんだよ。 わかるこれは大リバイバルって言うんです。やがて日本に行きますよ。ね。だからそういう奇跡が起きるわけですね。つまり、大学族って言うんだけど、繰りとか一度いつも学校行ったことないの。ね。それでも十字かわかりますよ。じゃあ信じますね。皆さん、だからね、真ん中運転が優しいが世界宗教になったんですよ。わかります、えー、そこでね、救いに喜んでるんです。クリスチャンってのは。救われた。ね。もう大丈夫だ。 いや、その十字架のおかげで天国きだ。だから根本的に喜びがあるんですよ。わかりますかね。えー、私なんかね、ジャンプしたんですよ。あの、罪許されたって思った時、ジャンプしたね。なんで、罪深かったから。わ <laughs> かる、うん、それでね、罪の深い、罪意識って言うんだからね。みんな悪いことしてんだよ。ね、で大事な罪意識なんだったんで。分かったみんな悪いことしてんだよ。 でも、罪意識のないのは困るからね、悪り振るばかしてね。私なんかも、いろいろやってましたけど罪意識が深かったから、ジャンプしましたよね。許されたってね、えー、多く許されたもの、多く愛するって言うんですよ。だからね、だいたい罪深いと思ってるのは、牧師にまでになるわけよ。多く許されたもの、多く愛するで。つまり、たくさんの罪許されたと感じるものは、多く愛する。誰が愛するの神様を愛してね、イエス様を愛して。 身代わり死んでくださってイエス様を愛してねイエス様のために生涯捧げます牧師になりますなんてねだからそういうふうに献身する人っていうのは罪意識の深い人ですよわ、ね、かりますパウ,パウロ先生これ罪意識深かったねあの人はねパウロあのねパウロはねこう言ったんですよえー、っとね第一コリント十五章の九節で私は人の中で 人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。とこう言ってますね。えー、私は人の中で一番小さい。まあ今の言葉で言うと、牧師仲間で一番小さいものです。とこう言ったんですね。我々はそう思わないよ。い最高だよ、パウロこそが。人の中でトップだよと思っていますけど、本人のパウロ先生は私は一番小さい。 言ったんですね人というのは狭い意味でね「十二弟子」とパウロのことを言うんですね狭い意味では広い意味では「人」っていうのはアポストロスって、えー、ギリシャ語で言うんだけど使わされたものですから広い意味では全クリスチャンが「人」使わされたものね人を救うために神様が使わされたものという意味で広い意味では全部「人」なんですよねアポストロス、ね、しかし狭い意味ではね「十二弟子」とパウロのことを「人」ってう 今で言うと牧師仲間、ね、ですからそういうのでパウロは「私は牧師仲間で一番小さいんですよ」って言ったんですね。ええー、謙遜だなと思うでしょう。はい何年か経ちました。そしたら何て言いました何年か経ってからねエペソエペソを見ているのって紙ね。三章八節でね彼何て言いました何年か経ってから。三章八節すべての生徒たちのうちで一番小さな私に。 この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異法人に述べ伝えとありますよね、はい。前はね、彼は言いました、人たちの中で一番小さい。つまり牧師仲間で一番小さいって言ったんだけど何年が経ってから。これね、コリント書は最初に書いてある、イプリドは後に書いてあるから全然じゃないんですよ。あのね、あの、この新約聖書は書かれた年,年代順であるんじゃないんですよ。 一番先に書かれた新約聖書はヤコブ書だって言われてるんですね。まあいろいろな研,究研究からね。えー、それでね、どの新約聖書ね、27巻のどれが一番最初にあんのかっていうのは勉強があるんですよ。私は新学校行った時にんでそんなに余計なことやんだと思ったんですね。えー、どうでもいいだろうと思って。私はもう早く伝道したかったからね。私は、 牧師になりたいと思ったら、このイエス様の素晴らしい福音でね。これ、イエス様の十字架のあの罪の許,許しの福音で人を救いたいと思ったから、会社を辞めて牧師になったんだけど、で進学校って行くわけですね。新約聖書どの書が最初に書かれたからどれでもいいだろうと思ってね <laughs>、えー。これ伝道すればいいんだから、そんなこと余計なことをなるべくするんだと思ったら、やっぱ後で役に立ちますね。こういう時ね。どの人が最初はなんてつまりね。 コリントの書は割と早、は、く、い、書かれたんですよ。ね。エペソは後なんです。だから私は何年が経ってからってこう言ったんです。私は一言一言ディズラミーでないんだよ。私の一言一言はちゃんと聖書的なんだよ。覚えておきなさい。ね。そういうのでね、ねはい、コリント書が最初に初めに書かれました。何年が経ってからエペソーが書,書かれた。はい、何年が経ったらね、ウロは何て言いました全ての生徒たちのうちで一番小さな私に、 前はね、人の中で一番小さい。今の言葉で言うと、牧師仲間で一番小さいって言ってたのが、何年が経ったら、いやいや、私はクリスチャンの中で一番小さいって言った。この生徒ってのはね、ほいはぎおいって言いますけどね、これはね、一般クリスチャンのこと言うんですね。生、ね、徒ってのは。分かりますだから、はじめは、私は牧師仲間で一番小さいもんですよって言ったのが、何年が経ったら、いやいや、私はクリスチャンの中で一番小さいって言ったんですね。 え。パウロ最高じゃないの、クリスチャンだから。でも、彼は、いや、私一番小さいんだって思ってたんですね。偉い人ですね。私思ったことないよ、なおと。ね。私なんか、悪いクリスチャンいっぱい知ってますから。十一キンンしない奴とかね、えー。よく覚えてますよ、私。わかる、えー、お俺のマシだと思って <laughs> わかりますかところが、パウロは偉いね。私はクリスチャンの中で一番小さいって言ったんですよね。すごいでしょ、この人。 はい。おじいちゃんになりました。はい。おじいちゃんになったら何て言いましたはいテ。テモテへの手紙第一ね。テモテへの手紙第一のね、一章。十五節。一章十五節一章十五おじいちゃんになったら彼何て言いましたかテモテへの手紙第一、一章十五節。キジストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。という言葉は、 まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。皆さん、おじいちゃんになったパウロは何って言ったんですかね。私は罪人を救うためにこの世に来た。そ,その罪人の中で一番悪いのは私だ。私は罪人の頭だ。人間の乱の中で一番罪深いのは私だ。って言ったんですね。 いやいや、これすごいでしょ。おじいちゃんになってからよ。若い時じゃないのよ。これがクリスチャン。本当のクリスチャンの姿なんですね。わ、かりますいつも信じますって言って私はクリスチャンになりましたね。罪を出せりゃ、ハレルヤ思ってね、えー。でもね、クリスチャンの生涯っていうのは、ね、これなんですね。ね。次が経てば経つほど。自分はどんなに罪深いかわかる人生ですね。 救われたときはね、やや罪分かったのよ。ああ、この罪許されるぞ、いいぞ、と思って信じます。ね、だ天国行きますからね。でもまだ浅いんだよ。ね。だん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 、自分くらい罪深いものはない。自分くらい悪い奴はないと思うのは、クリスチャン生活なんだよ。それでますます死を愛する。多く許されるもうのを多く愛する。ね。皆さん、そういうことでね、罪意識と喜びは関係あるんだよ。 私なんか、罪許されたってことで、ジャンプしましたね。許されたみんなそうならないでしょう。ぼーっとしてて。ね。私なんかジャンプしたよ。ね。罪意識深かったから。ね。だからそういうので罪く、罪意識はみんな悪いことやってんだよ。私より悪い奴いっぱいいますよ。<laughs> みんな悪ないことやってるでも、意識なんだよ。悪いことやってね、罪意識ないの困るで、これ。悪いことばやり続けるから。ね。みんな悪いことやってるあとは意識の問題 なんですね。あれ、私なんか大したことは意識深かったんだよ。だチョンピさん、許された、ね。そういうのが献身して牧師になるんだよ。わかる、ね、だから、ね、そういうのでね、罪意識と、ね、父を愛することは関係がある。多く許されても多く愛する。いやー、パウロはすごいね。おじいちゃんになってからよ、ね。あのね、我々はだんだん清められて考えていくんじゃないんだよ。お分かった 清めが良きす、どんどんどん、で、だんだん昔より良くなったとんでもないね。意識はね、ますます、はあ私くらい我々は、ね、いない。じゃあ、じゅん、じゃシューンとしてるんですが、ノーのこんな罪許されたってうんで、ますます神様を愛する。イエス様を愛するんを愛するんですね。愛がますます増えていくんだ多く許された多く愛する。感謝します。イエス様のためなら命捨てます。とまでなるんだよ。 罪意識の深いもの。だから、パウロは命かけました。伝道にね。こんな悪い奴を許してくださった神様に感謝します。だからね、パウロは、私はね、えー、人間の中で最も悪い罪人だって言いましたから、シューンとしてたんじゃないのよ。ますます喜びに変える。こんなものを許してくださった神様に感謝します。もう、イエス様に感謝します。命かけてくださったイエス様に感謝します。イエス様のためならば命も捨てます。 ともなってくるんですよ。ね、わかる？ね。だから、そういう罪意識と、これ、検診には関係があるでしょ？ね。まあ、ますますそういう風うになってきます。パウロはね。だから、もうイエス様のために命かけてましたね。はい。あの、人の働きですね。人の働き。二十章。人の働きの二十章にね。 そののの働きの20章の24節をしますねけれども私が自分の走る日光景を走り尽くしシュエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。罪意識の深いものはねもう喜びのあまりね喜びのあまりね。ね イエス様のためならで命も捨てますってこうなるんですよ。ならないクリスチャンはま,まだ罪意識浅いんだよ、ね。イエス様のために命捨てますか捨てる気ないでしょ。それ浅いんだよ、罪意識がね。深いものはね、こんな私のために命を投げ出してくださったイエス様なら命も捨てますってこうなるね。で、ますます、ね、勝敗してます,ますます喜びに輝くんだよ。こんなものは許されたって言うんでね。 私らがもうジャンプしました。許された <laughs> わ、かります喜びがいっぱいになる。ね。だからこうやって関係あるわけですね。分かったそれでね、パウロのように命もてますでしょクリスチャンっていうのはね、観覧の中でも喜べるんですよ。実際に、こう、激しい観覧の中で。ね。いいですかあの、人の働きにね、えー、初代の弟子たちはどうだったかって書いてありますがら、ね。 はい、人の働きの五章。五、ね、章にね、五、えー、章の四十一節呼びますよ。人の働き五章四十一節。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、議会から出ていった。これ何のことかっていうとね、弟子たちが伝道したでしょ。ね、おいたらね、 逮捕された。けどやめろね、えー。ところは一つ、このね、この最初のジョニー氏って言うんですけど、弟子たち、ね。ジョニー弟子たちはね、言動して逮捕されたでしょ。ところはね、えー、逮捕した方は殺すわけにいかないですよ。なんで民主から尊敬されてますから。しゃあないくてね、解放したでしょ。まだ全部やってますね。まザ全部やっます。また逮捕しました。 天使が解放しましたね。また電話やってますま。また逮捕しました。で、連れてこられた。どこへえ二、ー、27節彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただして、とありますが、逮捕されてどこに連れてこられたの議会に連れてこられた。議会というのは三日取りって言いますけど、70人議会。つまりね、これ国会で裁かれたんですよ。 十二弟子は逮捕されて国会で、ユダヤ国会に連れて行った。この三位取りというのは七十人議会。これはね、日本の国会と最高裁判所合わせての機構でね、えー、それで70人議会って言われる70人の議員たちが並んでるね。馬蹄県に並んでるそうです。で、裁かれるものは見下ろされるようになるんだそうです、ね。それてこの七十人議会、ユダヤ国会の議長はね、 いつもユダヤ教の大祭司なんですよ議長である大祭司は劣化のごとく怒って言いました。28、言った、あの名、イエスの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたので、なんていうことだ、エルサレム城にあなた方の教えを広めてしまい、あれほどイエスの名によって教えれるなって言ったんで、なんてことだ、エルサレム城にお前たちの教えが反乱してるじゃないかって怒ったんですね。あの ね。これプレロっていうう、プレローっていう、儀式。プレローってのは、器に水やどう酒を、縁までたっぷり入れるのをプレローって言うんです。八分目でもプレローって言わないの。縁、ね、まで入れる。あれ、溢れる。だから、今後役はね、ね、氾濫させて役したんだけどね。溢れる。溢れるくらいたっぷり入れるの。器に水やどう酒をたっぷり入れるのプレローっていう。 お前たちの教えでエルサレムはいっぱいになったーと思ったんですね。これは伝道なんですよ。皆さん、伝道ってのは教会でっかくするためにやってんじゃないのよ。伝道ってのはね、教会でっかくするためにやってんじゃないの。その町、その村のすべての人に福音を聞かせることはまず伝道なんですよ。前世が出てきゃ、すべてを作られたものに福音を述べさえなさい。言われたでしょすべてなんだ、伝道。 イエス様命がけで開いた福いの道を村の一部の人じゃなくて全てに伝えるんでしょ町の一部の人じゃなくて全ての人に伝えるのが伝道なんだよ。みんな忘れてんだよ。みんな忘れてなんか教会成長とかなんだよ。教会成長はいいことででっかくするんだからね。でもその目的は全てに伝えるってことだ。それ忘れた教会成長はダメなんだ、ね、本当の伝道やってないんですよ。本当の伝道全てに伝えるってことだ。 わかるそれは言われたことは、エス様か全てに伝えなさい。天使が出てきて、全ての使い方も含めるのを伝えなさい。一部じゃないし、全て。これは当たり前でしょうが。イエス様、命がきの、ですかね、知られた救いの道は、村の一部の人じゃない。全てに伝えるのは当たり前でしょうが。ね。町の全て当たり前でしょうが。それやってないんだよ。それはやらないとダメだよ。それは、でかい小さい関係ないの、教会は。 結果して関係ないそれ伝えること。これやったんです。初代記。模範示したんですよ。うん、日本、クッション人口1%。んでもないですよ。1%、99%。伝えればいいんだよ。私は喜ぶ。主が喜ぶ伝道しないと。ね。わかりますところは今、日本の教会はね、ある、多くの牧師、多くの神学者たちはね、丸子15の十5使わないんですよ。信憑性ないとか言ってね。 あれはね、大間違いなんですよ、実は。あ、あれやったら、ね、ウエスコット・ホートっていうやつをやったんだけど、イギリスのね、1881年に。これは、理論的に間違いだって証明されてるんですよ。だからね、あの、メシアネグューって、あのイザヤ人たちもクリスチャンになってますから、あれ、進学者たちが、格好を外しましたよ。間違いだから。ね。だから、生きてるんですよ、あれはね。覚えておきなさい。ね。日本のボーっとして、ほら、日本の進学者は牧師しボーッとして、 あれ否定してるのいっぱいいるんですよ。神道を信じてるのに。そんなことは今日本で起きているんですよ。とてんでもないよね。だからもう一遍ちゃんと勉強し直すことですよ。ね。で、私は大論文出したんだけど、このことについてね。もう30年これ、私研究してやってるんだよね。まあとにかくそういうこと。いいですか全てに伝えたらほら、初代教会。だから、地上最初の教会、エルサレム教会は、エルサレムの全住民に伝えたんですよ。わかりますこれは伝道。 そうしたらね、ほら、リコの腕で送られて、な、ね。そうしたら、答えました、二十、なんてことしたんじゃ、責任取れ。そうしたらね、はい、えー、人なで五章の二十九、ペトロはじめ人たちは答えていった。人に従うより、神に従うべきです。あなた方人間が何と言おうと。ね。私たちは伝道をやめません。神様の命令ですから、やめません、って言ったんですね。 国は法、国の法律が禁じようと。誰が禁じようと。伝道はやめられないんですよ。わ、分かる伝道はやめられないんですよ。国の法律が禁止しましたからやめます。とんでもない話だね。日本の境界くらいはそんなこと言って,言ってんのは。法律が許しませんのでやめましょう。ある、ある団体がね、ある団体がね、えー、総会開いたんだって。で、伝道禁じられた国には選挙手、送らないことにしましたって。そんなことやりたい。 皆さん、法律は禁じようと何が禁じようと、伝道はやめられないんですよ。わかりますだから初代教皇はほら、やめなかったんです。ね。ユダヤ国会が反対してもおっと、やめませんって言ったんです、ほら。ヘテロはじめ人たちは答えていた。人に従うより、神に従うべきです。人がなんて言おうと。人の法律が何て言おうと。神様は伝道しろってんだからやめません。これを持たないとダメだ、日本の教会も。ね。法律、法律。踏んでもらました。 人間の法による、神の言葉の方が大事なんだよ。よく覚えておきなさい。ね。それでやったん。そうしたらね、皆殺しだってことになったんですよ。そこでガ,ガマリエが助けたんですね。これ、時間がありません。詳しくは言いません。ガマリエが立ち上がってね。あなた方、もしこの運動がね、ね、人間から出たものは潰されちゃいますよ。ね。でも、神から出たとしたら、あなた方は神に逆らうことになりますよ。言ったんですよ。 だからこの運動は下がらわない方がいいですよって言ったんですよね。鎌れるっていない人が。そこでみんな、議員たちはそうだそうだと思ってね。ところが無打って解放したんです。いいですかはい。えー、40節ご章40節人たちを読んで彼らを無で打ち、イエスの何によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。釈放したけど無打止。無打止って何回撃たれますか ?39 回撃たれるんです。 40に1つ足りない無って言うんです。40回打てる、900によるとね。でもね、数えるもないって、人間だから数え違えるといかないから39でやめるんですよ。ね、40に1つ足りない無知。バシャーバシャー撃たれてね、もうフラフラですよ。で、出てけって言われた。ね、みんなもうフラフラなんで、スクラム組むようにして出てきたでしょ。ね。その時の彼らの顔が書いてありますよ。4 1 そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていた。なんと、無知打たれて四十に一つ足りない無知、皆打たれてスクラム組むように、やっとこう、気が出てきたでしょフラフラになって。その時、彼は喜びに輝いた。やっとこれで、イエス様を伝えて、無知打たれるくらいの一人前のクリスチャンになったっていうことを喜んだんです。 それまで彼ら、イエス様知りませんなんて言ったのにペテロたちは。ね、ほら、いそ十字がつけられた時に、うん、私知らないんだって言った、その子たちがね、今やイエス様のために鞭打たれるくらいの一人前になったなっとって喜んだ。ね。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、喜びながら、ね。引っかれている。やっとこれで、 イエス様を語って、無打,打たれるくらいの一人前になったなということで喜んだんですね。皆さん、そういうことよ皆さんもそうだ。イエス様を語って、迫害されるくらいのクリスチャンになりなさい。それは本物のクリスチャンだよ。その時、ね、なんで私だけじゃないのやったぞこれでイエス様を語って、迫害されるくらいの一人前になったね。そういうクリスチャン生活になってください。また未信者の方、イエス様信じなさい。 罪許されて天国行きです。お祈りします。天の父を感謝します。そして、これもイエスオンのウイスやをることができました。どうぞテレビを見てらっしゃるお一人一人が、まずクリスチャンの一人一人が、命がけの天道に励むような素晴らしいクリスチャンとなりますように。そ,そして、また、未信者の方は一個も百人さんを信じて、罪許されて天国行きの素晴らしい素晴らしい救いを受けることもできるように。そして、いつも喜ぶ素晴らしい人生としてらくださるように、 イ様の皆によってお祈りいたしますアーメンで,では来週またお会いしましょう